おはようございます。ジョギングバカでございます。ちょっと画面が汚れてますね。失礼しました。昨日、雨の中撮影したもんで、画面が汚れているのか忘れてましたんで、気づいてなかったんで今吹きました。だらしなくてすみません。ですね、天気がいいですよ。今日も今日ばか、昨日雨でしたもんね。非常にですね、いい天気。もう4時40分になってますが、ちょっとね、家を出る前に、着替えながらラジオ聞いてるんですけど、私ジョギングバカですね、衝撃的なニュースがねあったもんですから、昨日の夜からなんですけどね、ちょっと家を出るのが遅くなってしまいました。いや、どんなニュースかって言いますとね、ニュースの先に喋っちゃった方がいいですね。北海道内の、感染者700人超えと、そんな中ですね、茨城県と、兵庫県ですねの、市長だか町長だかの人たちが、自分が医療従事者とかでないにもかかわらず、医療従事者でも高齢者でもないにもかかわらず、ワクチンを自分たちだけ先に接種したという報道が、ね、流れてまして、そのことをやってるのが他にもいるんじゃないかということでした。いや、もう本当に情けないですよね。本当にどうなってるんですか。続きは普通に喋らせてもらいます。はい、すみません。実はですね、さっきの体勢でずっと喋り続けるのって結構辛いんですよ。というのは、手をこうやってやって伸ばしながらですね、影見てもらえば分かると思うんですけど、伸ばしながらですね、カメラをここに持って走るもんですから、とてもとても長い間姿勢で、歩きながらでもちょっときついんで、走りながらだともう相当腕が短期間で痛くなってくると、拷問みたいな感じになっちゃうので、あっちの岩場の方にも巣を作っている個体がいるようです。いやー、そろそろ最盛期を迎えてるんですけど、それにしても今年のミネコの数が少ない。どうしたことでしょうか、本当に。ちょっと素晴らしい小鳥の鳴き声を聞いてもらってます。ちょっとですね、嫌な想像してしまいますね。いやー、日本ってのはどこまでこれから先コロナで分断が進んでいくのか、政治家の人たちの今こそ全体のために、全体というか、こう住民の人たちのためにやらなければいけないことがたくさんあるはずなのに、どうしてこんなことになっちゃってるのか。ちょっとでも今は一旦やめましょう。ウミネコさんたちに聞かせたくないんでね。はい。じゃあ撮影していきたいと思います。
これで減ってるんだからな、本当に。イタドリだけはこうしていつもの年通り下から下から生えてきてますが、本当に。今年はこの境目がいらないぐらい、あそこに私のカメラあります、境目がいらないんじゃないかって思えるぐらい、境にしているロープがいらないんじゃないかって思えるぐらい少ないです。去年一昨年の動画をご覧いただければ分かっていただけると思うんですけど、この減り方はちょっと尋常じゃないです。どうしてこんなに減ってしまったのか、そこのところが私には理解することが難しい。理解というか、いや本当、おー、またオオセグロがいますね。あんだけ堂々といるもんだな。違いが分かっていただけますか。一回り大きいでしょ、あれがオオセグロカマンです。堂々といて卵バンバン食べ、丸飲みしちゃってる映像を前にご覧いただいたと思うんですけど、これです、これです。足がピンク色でしょ、こっちがオオセグロなんですよね。一回りも二回りも大きい、並んでいると。海鳥の中では最強です、この大瀬黒カマが。まあパッと見そっくりなんですけどね、海猫と大瀬黒カマメっていうのは。まあでも天敵です。しかし天敵があんなに見た目そっくりで近くに平気でいるっていう関係はちょっと変わってますよね。もうちょっと姿が違ってりゃ対処の仕様も違ってくるのかもしれませんが、カラスの時のようにね、姿が同じなんで対処が難しいっていうか、うん、人間もどうなんでしょうね。獅子身中の虫じゃないですけど、まさか我々一般庶民に対して政治家の人たちが今のオオセグロカモメとウミネコの関係のように、下手をしたら天敵、政治家がオオセグロカモメでウミネコが我々なんていう、そんな笑えない関係になっていないか、ちょっと心配になってきます。本当にそうじゃなきゃいいけどなっていうのが今日聞いた、ワクチンを自分たちだけ先に打っていた政治家の人たちに対する感想です。いや本当にね、政治家の人たちが一生懸命国民のために PCR 検査したりね、全国民に対してさしてくれてんなら
あと休業保障をね全国民に対して毎月してくれてるなら、まあもちろん困ってない人にはいいですよ。困ってる人、全国民に対して、困っている全国民に対してしてくれているなら、医療を充実させることを最優先で政策としてしてくれているなら、どうぞお先にワクチン打ってくださいよってね、言えるんですよ。いや、それらのことを全部やっていたなら、そもそもワクチン接種でこんな、誰が先に打ったってズルでして先に打ったなんてことが話題になることもひょっとしたらなかったでしょう。それがこんな、まあある意味、まあ反応がね鋭く起こってるのも全部政治家の人たち自身の失政が由来じゃないですか。今ね、茨城県と兵庫県だけ出てきたけど、他にもいるんじゃないですか、そうやって打ってる人。政治家で高齢者でも医者でもないのに打ってる人なんかいっぱいいそうですよね。そういう疑念をもうすでに国民に抱かれている時点で私はダメだと思います。もう、その時点で信頼関係全然ないでしょ。そういうふうに思われちゃう時点で本当に情けない話です。私はそう思います。いや本当にすいません、あまりにも怒りすぎて走るのやめちゃってました本当にね、そういう気持ちで朝から少し気持ちがブルーの方に行き過ぎちゃってましたんで、気を取り直してガンガン走ってまいりたいと思います。上がってきました。よいしょ、あまりにもいい天気、あったかいのでジャンパーとかを全部脱ぎました。こんな感じです。非常に非常に軽くなりました。この辺もね何にもついてないのって、上も含めて今季初かもしれません。いやー本当にね、朝4時とかね、5時っていうのはね、まあ寒い日が多かったですから、ようやく本格的に春が来たのかなっていう、そんな金曜日です。はい、せっかく爽やかなのにね、またさらに申し訳ない話をしなきゃいけないんですけど、申し訳ないっていうか、こう個人的な悲しい話なんですけどね。今度は明日、とにかく明日でなかった、もう今日です。今日島に来るはずだった我が愛妻がですね、いい年の我が妻がですね、北海道不要不急の外出今しないでくれっていう宣言が出てるんですけどね、私の地元の苫小牧でもそういう状況になっちゃってきて、もうあまりにも感染者が多いんで、もう来ないと、島に来ないということになりました。不要不急でも何でもないんですけど、何でもないどころか来てくれなきゃ私寂しくてしょうがないという状況なんですが、来ないことになっつって、悲しく辛い状況で
ございますが、よいしょ、感染症で実際に苦しんでいる方々に比べたらこのぐらいは頑張って耐えてまいります、そういうつもりでいるところにですね、この今朝のニュースですよ。自分たちだけで先に受けているということもそうですが、国会では昨日も言いましたが、どさくさ紛れに入管法の改悪なんかしようとしてますしね、本当にどうなってるんですか、日本という国は。他にやることいっぱいあるだろうって言うんですよね、国会議員にしても。入管法のね、話はむしろね、改善しなきゃいけないんですよ。ミャンマー人の人でさえ、難民申請しても、誰も申請が通らない。そんなこの国で、かえって入管に強い権限を与えようとする、今までより、ね、法律作ろうとしてるんですよ。ひどすぎるじゃないですか。クルド人の人たちだって全然難民認定されてない。日本は厳格に難民だっていう証明をしなければいけない、その規定が厳格すぎて証明できる証拠がないとダメなんですって、木の実木のまま逃げてる人に対して。そんなのできるわけないじゃないですか。難民に厳しいので有名だったトランプのいたトランプ大統領だった時のアメリカでさえ 30% は認められていたのに、クルド人ですよ。日本はほぼゼロ、いや完全にゼロ、クルド人の人を全くクルド人だというだけでは認めないと。いや、木の実木のまま来た人はとりあえず認めたらいいじゃないですか。本当に日本国民として何とかしなければいけないと思う、その一心です。それまあ私の個人のね、妻に会えないっていうことよりもね、そっちの方が重要です。2年間もずっと閉じ込められたり、日本語ペラペラで、もともとは技能実習生として来た漢字も書ける人が2年間ずっと、もう在留資格が切れた瞬間に2年間閉じ込められ続けたりしている方もいると。それから若いクルド人の方がもう中学生ぐらいから親が病気しているので、学校も行けずに働いているという現実が実際、埼玉県川口市の方であるそうです。そしてその川口市の市長が思い余って、日本の法務大臣にですね、クルド人の人たちを何とかしてあげてほしいと。アルバイトするのも違法なんですからね、今の法律のまんまじゃ。何とか保護してあげてほしいと。もう2000人もいるんだし、そこで新たに生まれた子供もいて、日本の住民であると。だから何とかしてあげてほしいって頼んでるのに、もう2年も前から頼んでるのに何も対処してないんです。ひどすぎます。こんな現状とっとと変えなきゃいけません。もし今の政府が対応する気がないなら、今の政権が対応する気がないなら、もう政権担当するのやめてもらいましょう、次の選挙で。いや、選挙が何もかも変えるって思うのは
ひょっとしたら理想的すぎるのかもしれません。理想主義すぎるのかもしれませんが、それでも今のところまずはそれぐらいしかないんで、変えましょう。選挙にぜひ行って、こんな天敵みたいな政府、ウミネコさんたちを見習って、みんなの力で変えましょう。さあ、上がってまいりました。先日までここの宇都山団地、穴が丸見えでしたが、もうイタドリがぐん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 成長し始めまして、こんな感じで、全体としてはこんな感じで、土よりも緑の葉っぱが優勢になってますよね。これがウトウの巣を隠してくれるわけです。あまり風のボーボー音がしないように、ちょっとマイクのところにティッシュを貼ってるんですけど、いかがでしょうかね。いやー、たくさん漁するために船が出てますね。この時間ですと5時半ですから、ケイマフリがいるかもしれません。います。います、います。あれですね、足が赤いですね。はっきり分かります。ああ、今日も元気だな。あのピー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 っていうのが、これがケイマフリなんですよね。ごめんなさい、望遠カメラウミネコのところに置いてきちゃいました。ああ、いますね。ちょっと後で、電子的なズームになりますけど、やってみたいと思います。あそこにすごいいますね、はい、手前のとこは残念ながらいないですね。はい、アクションカム最大の 3倍ズームで撮ってますけど、撮れてるかな。これをさらに後でデジタル加工でもって、倍率上げて見てみたいと思います。やっぱり朝は活発ですね。天気もいいし、ケイマフリの動きが、分かりやすい状態になってます。おー、いっぱいいるな。今年はあそこにたくさん巣を作っているようです。まあ毎年ね、あそこに作ってはいるんですけど、声がね、なんといってもよく聞こえる。大勢いるなあ。岩棚のようになってるところにね、たくさんケイマフリが巣を作ってます。足がね、チャームポイントです。さあ、じゃあケイマフリさんたちに別れをつけて先を走ってまいりたいと思います。いやー、5時半で、しかしこれですよ、日が長くなりましたね。5時半だったらもうだいぶ下で、朝日だったのにね、この間までね、もうすっかり朝です。そう、もうね、真夏になったら3時頃から白身に始めますからね。真夏でもないか、夏になったらテレビ塔はもう3時ったらだん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 白んできますから。さあ、最高地点をちょっと過ぎたところです。いやー、心洗われますね、この景色。
皆さんとこの小鳥の声を聞きながら走れれば私は満足ですが、どうもなかなか自分が聞いてるそのこのクリアな声以上に風切り音が入っちゃうっていう欠点がねあるもんで、試行錯誤を重ねています。さあ一周終わります。それでは皆さん、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。いい声ですね。今日も一日お元気でお過ごしください。また次の動画でお会いいたしましょう。ジョギングバカでした。ありがとうございました。